髪いつ切ろう切る時間ない。一段落全然ついてないけど配信始めた全然ついてないけど配信する時間ないから始めた。とりあえずじゃない35分になったらランキング運動あります。1時間だけ11時30分。もう自信しかなかったら練習しないよ自信しかないんだったら練習しないからまた練習する。って何10、あ、今この横に出てるこのギフト、これが10ですこれこれで説明する。だってそれ一番わかりやすいじゃん一緒にいっぱいあるとさ、私が美味しいもんね焼肉に行ける（笑）っていうやつです今日暖かくなかった。今日確かにちょっと暖かいかも。いや、ちょっと暖かい。暖房つけてない。え、でも暖房つけてないのはあれだけど。練習してるから、練習踊ってたら暑いからさ。だからつけてないのもあるけど。踊ってたら暑いから、暖房つけてたらめっちゃ暑くて。踊ってなかったらいいけど。日中あったか、今日ね一歩も外出てないんだよねレッスン場行こうかと思ったんだけど明日公園だから空いてなくって、だからやめた使えないからレッスン場行っても、だから行くのやめた
昨日はずっと外出ずに練習してた一歩も外出てない。さっきね、なんか買いに行こうかなと思ったんだけど、なんかお腹空いたから。行かなかった結局。なんか家にシューマイあったからそれ食べた忘れてた。あるの。練習時パソコンで音楽流さないよ、携帯で。パソコンでさ音楽流して練習するんじゃない、動画見ながら練習するから。動画で音楽流すから。だから携帯、パソコンで動画流してもさ持ちながら踊りたいから持てないじゃんパソコン無理じゃん。だから携帯持って。パソコンで動画流すこともできるけどさ、持ちながら踊りたいの。携帯で流して、携帯も見ながらみたいな。モニター持ちながらやばいでしょ無理だから。画面だと小さくて細かいとこ分からない。え、大丈夫だよ、拡大できるから拡大できるじゃん動画だから大丈夫、見える、大きくして。モニター持ちながらやばすぎるできないでしょ。だから携帯でみたいな、パソコンじゃない。だからタブレットとかもいらないんだよね。タブレットで見るメンバーもいるけど、私はそんなやり方はあんま好きじゃないから。自分がやるのはね、別に他の人はどうしてもいいけど、携帯で手に持ちながら私はやりたいから。タブレットもさ大きいからさ、タブレットだとちょっとやりづらいじゃん。モニターよりはちっちゃいけど。大きな鏡なくても大丈夫だよ別に。どうせだって本番鏡ないしどうせ本番鏡ないじゃん、だって前に。だからやでりゃ、レッスンシューズ履かない。いや履きたくないね、部屋で履かない。普通に裸足で踊ってる何にも履かない靴下も。部屋で靴下履きたくないから帰ってきたらすぐ脱ぐ靴下履いてるの好きじゃない、家の中で。衣装は確認済み。どういうこと確認済みって、一回来たかってこと。それ明日だね。冬は寒いからスリッパを履くの。寒い、冷たいじゃん床。冬はね、だから冬だけスリッパ。
か暖房そんなものない。無理だ、冷たいじゃんフローリング。そモコモコのやつ、普通のやつじゃなくてちょっとモコモコになってるやつ。そりゃく踊るときは履かないけど、踊るときスリッパ履いてたらめっちゃ邪魔だもん。邪魔だもん。掃除もできるさ、ああそういうのもあるけどじゃない、普通のスリッパ。寝るときも靴下履く人、ああ確かに寒すぎるときは靴下履くけど、寝るときもそんなにのときは履かない。本当に寒すぎるときだけ靴下履く。寝るとき電気毛布はね、使ったことない、使ってない、普通の毛布。乗ってるとき裸足だよ。リビングはね、リビングって普段リビングはね、あんま床冷たくない。あの廊下だからね、リビングであんまねスリッパ履かない。履く時もあるけど、廊下とか行った時が寒すぎるから、それ用のスリッパって感じ。クリスマスツリー飾りますか。クリスマスツリー飾んないです。飾んない。廊下専用あスリッパ、そう、まあ、そんな感じ。リビング以外のところを歩くとき、リビングはねまだそんなに冷たくない。廊下とか寒すぎて靴下じゃない、靴下履かないからさ、スリッパ履かないと。スリ持ってはないよ。なんかめっちゃ前になんかもらったかなんかで、別に買ったわけじゃない、もらったかなんかで持って、ちっちゃいクリスマスツリー、大きいのじゃないよ、ほんとちっちゃい机の上とかに飾るようなほんとちっちゃいやつ、ちっちゃいやつを持ってて、でももうない。でもいつかな、小学生か中学生ぐらい、あんま覚えてないけど、小学生ぐらいかな。ちっちゃいのはあったけど、あんま大きくない。飾ってないね。クリスマスってさ、うちの家そういう家置いとんけど、もうほんとクリスマス当日ぐらいしかなんかそういうことやんない、そうぽいこと。プレゼントとかさ、でクリスマス当日はなんか食べたいもの、何食べてるかな、その時ってバラバラだよ。ケーキ食べたり、チキン食べないね、なんかピザ
ピザかも。うちの家ピザとかそのぐらいじゃない。クリスマスなんかする？何もしなくない。そのぐらいだよね。やんない。え、ケンタッキー家族で行ったことないよ。買ってなんかさ家で食べるとか一回も行ったことない。その、いや、そんなもんだよね。当日だけだよね。なんかするのってクリスマスまでの日でさするんないよね。トナカイ走らせたり。サンタさん。ツリー飾って窓にシール貼ってイルミネーションする。すごいね。結構手が込んでる。結構あるんだ。すごい。やんないな。やんない。なんか当日になんか食べたりケーキとか食べたりあとプレゼントぐらい。靴下釣りしたこと一回もないんだけど今まで。一回もない。5年前くらいから始めたけど自分のフォトスポットになりつつある。え、じゃあ結構やってるんだ。ちょっととかじゃないんだね。すごっ。確かになんかたまに見るけどそういう家結構イルミネーションなんかしっかりやってるところすごって思う。すごいな。たまにあるよね。うん。車プリンセス5位今。ありがとう。5位キープ。あ、本当今出た。ありがとうございます。うん、靴下吊るしたことある人いる？私ないんだけど。ないんだけど。やったことある人いる？最近ハマってるもの？最近ハマってるもの？最近ハマってるものは。なんかあるかな。最近特にない。なんもないな別に。あ、そう、プレゼントは起きたらその枕元に置いちゃった。靴下釣れたこと一回もない。ガチャ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 しないな私。韓国料理も全く行ってないよ最近。ない。ハマってるもの、ハマってるもの何かある？ある？わかんない。ゾウガイの燻製。あ、でも私好きだけどそんなハマってるっていうほどね最近食べてないの。そのためにお菓子と飲み物を置いたい。え、そんなのやったことない。やったことないね。なんかお手紙書いたりとか。やったことない。
かそういうのやってたみたいな、サンタさんのためになんかお菓子となんか飲み物置いてみたいなやってたみたいな友達から聞いたらさ、いやすごいなって思うすごいなってうちの家は寝て起きたらあのプレゼントがあるだけうちの下の弟まだサンタさん信じてるも何もね、もうその制度がないんだよね。もううちの家はいつからか忘れたけど普通にプレゼントをもらう普通に、ね、なんかクリスマスの時ご飯食べるじゃん、なんかみんなでピザとか食べて、なんで普通にプレゼントをもらう。いつからかなくなった、いつからいつまでやったか覚えてないけど、弟がちっちゃい頃はさすがにあれだったけど枕元置いてたりとかあったけど覚えてないや。25かか25も覚えてないいつだったっけな、覚えてない。もうだからサンタさんとかじゃない、普通にプレゼントをもらう、親から直接そう、ご飯食べた後にプレゼント渡される。何がサンタの格好だ、絶対ないね、うちの家絶対にやんないよもうそういうそういうのしたがるような親じゃないサンタの格好しようかみたいな言ってくるような親じゃないそういうタイプじゃない、絶対ない。初めてクリスマスプレゼントもらう日ってこと、あ、そう、そんな感じ、誕生日もクリスマスも一緒な感じ。お父さんコスプレの趣味、コスプレの趣味ないねコスプレの趣味あるお父さんのが少なくないきっと私もお父さん、あ、お父さんもお母さんもコスプレの趣味はない。家族は秋田の誕生日、家族はいや夏が多い、夏が多い、4人。夏っていつからいつまで、何月から何月まで何月から何月が夏、5月は春、春夏が多い、5月は春、冬の誕生日は私と秋冬、秋冬は私とあの妹一人、あと4人は春夏、6月から違う、5月春か、家族はね5月6月7月3ヶ月続けてある、5、6、7であって、その次が私で、次が妹が1月だから春夏、春夏かわいい。
そう、その3回で続けてあるの、5、6、7で。そう、その時は毎月ケーキそう、でも11月からもね、あの毎月ケーキになる。11月ケーキ食べるでしょ、で12月はクリスマスケーキを食べるでしょ、で1月は妹の誕生日ケーキ食べるから、そこもあのね、3ヶ月続けてケーキなんだよそう、連続兄弟って家族多いとそうなっちゃう続けてとか、家族でケーキ作ったりはしないねしない普通にケーキは作るより買ってくる方が美味しいよ、ホールケーキは絶対に絶対にそう。あ、そう、ホールケーキ全部ホールケーキ買ってる。誕生日は絶対ホールケーキ、いつも。兄弟だと大変なこと？大変なこと？何だろうね。大変なこと。大変なことか。でも兄弟多いとか家族多いあるあるかもだけど、朝めっちゃ洗面所混む。みんな朝さ洗面所使うじゃん。めっちゃ混むだから。早く使ってよみたいな、いつもでみんな時間ないからさ、朝早いから学校行ったりとか仕事行ったりとか混むあるあるじゃない多ければ多いだけそうなるよね、みんなさ、その使うタイミング大体一緒じゃん、ご飯食べてさ、で歯磨いてとかタイミングがかぶっちゃうじゃんだからこう、ご飯の取り合いはね、あんまならないんだよね。うん、そんなにならない。うちの家は。チャンネル争いは、あるっちゃあるけど。でもそこまで、正月、お正月が一番あれだね、チャンネル争いが。お正月、大晦日、おあそこらへん、格闘技のさ、が見たいお父さんと普通にお笑いが見たい私たちお父さんは格闘技が見たくて、私たちはなんかそのお笑い番組が見たいので、争い4対1ででお父さん強いから一楽せに強いから、もうそこでチャンネルめっちゃ変える、お互いがお父さん一人しか見たがらないのにそう変えるか
時私見ない、そんなに見ない。今だとスマホで、そう、スマホで見ればいいんだけどね、テレビで見るんだよなだからムキムキ、いや格闘技好きだけどそんなムキムキってほどじゃない、なんかもうめっちゃジム通っててとかいう感じではない、ただ格闘技が好きな人、お父さん自分もやるみたいな感じの人じゃないプロテインのお父さんや、プロテインなんて、でもね、あるある、なんかさ、ローラーのやつ、腹筋ローラーっていうのかな、あの、わかる、ローラーのやつ、わかる、なんていうのもわかんない、腹筋ローラーみたいなやつ、あれは家にある、お父さんがやってる、それ以外はやってるの見たことない、お父さんが家でなんか他のなんか筋トレのやつ、でもプロテインは飲んでるとこ見たことない、プロテインは言えない、毎日ランニングしてるんやし、ランニング、家族でランニングする人いないいない、そんな人いない、なんかめっちゃアウトドアの人いないかも、家族、いないの、別に、お父さんも休みの日家に、一日中家にいることはないけど、ちょっとなんかお出かけしたりとか言ってるけど、でもめっちゃアウトドアって感じじゃない、お父さん別に そう、なんかアウトドア、なんかみんなで休みの日、夏休みとかさ、なんかキャンプ行こうとか、なんかそういうアウトドアっぽいこと、海行こうとか、もうなんないなんないわって、行きたがんない、毎週末出かけるような家族じゃない、毎週末家族全員で出かけないで、家族全員で出かけることほぼないね、あの休みが合う日がない平日お母さんとお父さん休みあったとしても、あの妹たち学校だし会う日がない、だから夏休みとかしか会わないから、でも夏休みとかはだからなんか映画見に行ったりとかしてた、ちっちゃい頃は、そう、でもそんなめっちゃ行くわけじゃ、行くわけじゃないかな、めっちゃ多いから、夏休みのうちに何回かだけお出かけめんどくさいって言われるからお父さんとかさ、
釣り堀でバーベキュー、釣り堀、釣り堀、釣り堀でバーベキューはないよ。釣り堀に行ったことあるけど、でその釣った魚はさそのまま焼いてくれてで食べれるみたいな、だからバーベキューじゃないみたいなところに行ったことある。でもそれ小学生ぐらいの時だよ。夏休みにそのどんぐらいかな、 2,3 回行ったことある。でも夏休みのうちに1回だけだから2年か3年1回しか行かない何回も行くわけじゃない夏休み中。なんかプール行ったりとかもあったけど、でも全部小学生の頃、映画とかも釣れないと食べれない。でもそんなみんな釣れるやつ刺身じゃないよね。でもめっちゃ美味しかった、その場で焼いてくれる、自分たち焼くんじゃなくて焼いてくれるの。だからさめっちゃいい感じに焼いてくれて、もうあと食べるだけみたいな。自転車の練習、お父さん、あ、お父さんが教えてくれた。なんかすごい砂利道で教えてくれた今考えたらなんでそこって、そこしかなかったのかな、砂利道みたいなそこで他の妹たちは分かんないけどその練習付き合ってないから私が砂利道みたいなところで自転車を確か確かに多分合ってる鼻口から針外せ、でも小学生の時だからさ、言ったの全部お父さんが、餌も全部お父さんがつけてくれて、もう私たちはさ、あの妹とかもこうでは、もうなんていうの、投げてさ、もう釣るだけで、お父さんに釣れたら、釣れそうになったりとかしたらお父さん呼んで何にもしないの釣り堀行ってたね、小学生の時だから。しかも 2,3 回ぐらいしかない、お父さんが行きたくって最初行ってたから、だからもうお父さんに全部違うよ。最初ね、その釣り堀行ったのも別にそんなに私たちが行きたいって言ったわけじゃないんだよ。お父さんが私たちは多分遊園地とか行った、遊園地とかスポッチャとかね言ったはずなの。やだ釣り堀そう完全にお父さんが行きたくって言ってるよ絶対に。お父さん釣り好きなの、釣り最近はもう分かんないけど前はたまに行ってた。バス釣りとか私は行ったことない。そう、お父さんが行きたくって釣り堀に行ってるそうだから、だからもうお父さんにしてもらえないとそう、だって別にさ、あの兄弟、弟とか私が小学生の頃ってことはちっちゃいからさ、その釣りできるような年齢じゃないから行きたいなんて言わないじゃん。で妹たちもそんなさ、そういう感じのじゃないから絶対言わないの
にお父さんが行きたいって言って行ったやつ、あんま覚えてないけど。お父さん自分の釣り、自分の釣り竿とか持ってない。だからそこまでだけど、なんていう、そんな趣味っていうほど釣りが好きなわけじゃない。ちょっと好きぐらいじゃないの。分かんないけど。ヤマメとかニジマスの釣り堀もたくさん。私何かな、あの釣り堀分かんない。何の魚が釣れる釣り堀か、行った場所がどこに、どこの釣り堀かも知らない。大分の、大分のどっかにある釣り堀なんだけど、どこのやつか覚えてない、あんま行ったことないから。海じゃない、海じゃない、なんか海とかにある、なんでそういう感じの釣り堀じゃなくって、あ、なんか山の方だった気がする。どこにある釣り堀。めっちゃ前の記憶だけど。もう覚えてないんだよね。小学生、小学校何年生か分かんないけど、でも小学校の時に 2,3 回行ったことあるから。どこのか分かんない、置いたの。キャンプはいいかな。キャンプしたいって思ったことあんまないんだよね、今まで。いいかな。なんかあれだったらいい、なんだっけ、グランピング、キャンプじゃなくてグランピングだったらグランピングの方がいい。友達になれる、うん、大丈夫。大丈夫。土曜日から最高気温10度下がる、今より、今最高気温何度。分かんない。めっちゃ寒くない、そしたら。寒そう。ワカサギ釣りはしたことない。そのなんだっけ、さっき言ったさ、釣り堀ぐらいしかやったことない釣り。明日は23度。明日ちょっと暖かい、いいよね、23度。ちょっと暖かい。土日がやばいの、嫌だな。最近はこれあれでしょ、なんか氷に穴開けてさ釣るやつでしょ。だよね、やったことないよ、そんな場所行ったことないよ。そんなのできる場所そもそも。行ったことない。見たことないよ、だってそんな氷がさできるような
場所に行ったことないんだから、そこまで寒い場所に。雪だるま作った。雪だるま、ほんとちっちゃいやつなら。あの、積もってるのかき集めてちっちゃいのならあるけど。大きいのできるほど雪積もったことない。本当にちっちゃいやつしか作ったことない。化石食べたこと多分ないな。行きたいね、東北とか北海道。北海道ずっと行きたいって言ったけど、東北も行きたい。そっちの方も、宮城とかね、仙台。牛タン、秋田のきりたんぽもいいね。きりたんぽも好きだよ、美味しい。牛タン、仙台行って牛タンもあり。ひなこの実家島根、島根もいつか行きたいね。ひな子が何もないって言うからさ、あの出雲大社と、なんて言ってたかな、イオンって言ってたから。あるものが島根もね、いつかね。ひな子んちのにゃんちゃんに、にゃんちゃんに会いたい、会ってみたい。絶対可愛い。写真で見たことあるけどさ、何回か。めっちゃ可愛いよね、ひなこちゃん。にゃんちゃん犬。トイプードルだよね、にゃんちゃん。めっちゃ可愛いね。どんまいで牛タン取り寄せるじゃない。やっぱさ、そう、行って食べたくない？仙台行って、行って食べたいじゃん。だから仙台も行きたいよね。東北行ってみたい。どこも行ったことない、東北。そう、ひなこの家、犬なのにさ、ひなこにゃんちゃんって呼んでる。ちょっとよくわかんない。にゃんちゃん、うん、あ、わんこそばも確かに。わんこそばいいな。わんこそば食べたことないんだよね。ある、みんな。わんこそば食べたことない。食べ物ばっかり。面白そう、わんこそば。ずっと入れられるんでしょ。一回やってみたいな。でもわんこそばでさ、食べちゃったらさ、他何も食べれなさそうじゃない？
そんないっぱい食べなきゃいいんだろうけど、でもお子さんも食べに行ったら絶対いっぱい食べたくなるじゃん。盛岡だとレーメン、あ、盛岡冷麺有名なやつ。青森マグロ美味しいんだ、知らなかった。青森はリンゴ、リンゴ、リンゴぐらいしか分かんない。いや、リンゴも好きだから青森もいいね。青森でなんかリンゴのスイーツいっぱい食べるっていう。旅行基本食べ物だよ。そう、食べ物なんかどういうのが食べたい、え、食べたいのがあるかで、その行く場所決める。何食べたいかじゃないんだって。なんかさ、ユニバとかさ、あとなんだディズニーとか、なんかそういうさ大きいテーマパーク、遊園地とかがあればさ、そういうんだけど、あんまその全国いうのがどの県にもそうなるわけじゃないじゃん。だから大阪行った時はいつだっけ、去年、去年だっけな、あれ大阪行ったの、去年大阪行って、ひな子とか、ひな子とみぞおちゃんとひなのんと4人で、いやその時はユニバに行きたくて行ったんだけど、でもなんかいろいろご飯食べたりしたよ。たこ焼き、たこ焼きしか覚えてないんだよね。ユニバにいたから、ユニバ、ほぼほぼユニバにいたから、ユニバ以外でのご飯、たこ焼きぐらいしか覚えてない。なんか大阪っぽい、串カツ食べてない。大阪ね2泊3日ぐらいで行って、そのなんか2日ぐらいユニバ行った。なんか一番最初行った時に1日目はさ、なんか途中から入るやつあるじゃん、ユニバ、あの遅い時間のやつ。それで行って、で2日目丸1日行ってユニバに、で3日目になんか大阪観光ちょこっとして帰ったので、たこ焼き食べて、で私たち3日目ね、なんか暇になっちゃって、ご飯食べてお腹いっぱいになって何もすることなくって、どうしようかってなって、私たちスポッチャ行ったんだよね。ほんと大阪に行ってスポッチャ、どこにでもあんのに。楽しかったけど、なんかでも本当にその時ね、することが思いつかなくて、何もなくって、お腹いっぱいになったらすることなくってスポッチャ行った。あれも食べたわ、カニ道楽も行った大阪で。でも帰りにちゃんとあの肉まん、ゴゴイちゃん肉まん買って帰ってきたよ。帰ってきた。海遊館とか、海遊館ってどこにあるの？近かったのかな、その時当初から。なんかね、微妙な時間だったのかな、忘れちゃったけど。だからなんかスポッチャ行った。意味わかんない。これジュータワーかな。風と海とさん、ジュータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。たこ焼きは食べたよ。たこ焼き、たこ焼きとカニ道楽、
7月23日。トミトさん、ジュータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。たこ焼きね、どこの店か覚えてない。ククルだったかな、ちょっと曖昧だけど覚えてないんだよね。見てないや。串揚げ食べてないよ。串カツ食べてない。え、なんかその日になんだっけ、カニドラク行って、でたこ焼きも食べたからもうお腹いっぱいすぎて食べれなくて、それがだからスポッチ行ったいや他になかったのよ、行く場所が。だから蟹しゃぶ、え、なんか忘れた。蟹道楽その時初めて行ったんだけど、その時しか行ったことない、まだ1回だけなんだけど美味しかったのよ。なんかお刺身とか、美味しかった。ボーリングしてない。スポッチャだから。なんかスポッチャでいろいろした。スポッチャなんかいろいろあるじゃん。いろんなのが。だから。くとめさんの実家、くとめさんの実家は兵庫だから。大阪じゃないんだよそうだからちょっと遠いうん、帰る日だったからね行けなかった。でもまた行きたい、大阪。もう一回ユニバ行きたい。ユニバもう終わっちゃったけどさ、あれ来て、ハロウィンのさやつ、なんかゾンビとかがいっぱいいるやつ、行ったことないの、あれの時に。ユニバ、ユニバ夏にしか行ったことないかも。夏、うん、その4人で行ったのも6月とかだったから結構暖かい時だし、行きたいな、いつかハロウィンの時期にユニバあ、35分ありがとう。ランキング読もうかな。じゃあ13位から見ます。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、としのりさん、ありがとうございます。11位、香港のあるマットマーク、強化推しさん、ありがとうございます。10位、清夏アットマーク、今日も明日も明後日も強化推しさん、ありがとうございます。9位、ハマーさん、ありがとうございます。8位、ユージアットマーク、強化だけをずっと愛してるさん、ありがとうございます。
7位バトニーさん、ありがとうございます。6位ペグアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。5位カズアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。4位ニャンホゾさん、ありがとうございます。3位ティンさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がカゼットミトさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は、明日は公演だから帰ってきてからやります。いつもどれぐらいの時間になるかな、22時半か23時ぐらい、帰ってき次第ですかね。じゃあちょっと僕さえの練習してこようかな。今日は早めに終わって、じゃあまた明日いつもどれぐらいの時間で練習してくる。不安すぎるから、じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日の配信で、バイバーイ、ありがとう、またね、おやすみ、また明日。